皆さんこんにちは。今回はベッキーさんの現在についてや不倫についてや謝罪会見がひどすぎるについて調査しました。ベッキーさんといえば一時期はバラエティタレントのトップとして活躍されていたのを覚えている人も多いでしょう。ご自身のスキャンダルで一時期表舞台から完全に姿を消すことになりましたが、現在は何をされているのでしょうか。ベッキーさんのバラエティを席巻していた時代を知っている人にはすっかり見ない人になってしまったかもしれませんが、現在もベッキーさんは芸能活動を続けています。ただし現在は芸能活動の中心は俳優業中心の活動になっているので、以前のバラエティ中心での活動とは真逆のような活動内容になっています。ここ数年はコンスタントにドラマ出演も続いており、完全に俳優業にシフトしていることがわかります。2022年に関してもドラマを含めすでに2本の作品に出演しています。またバラエティ番組にも長期のように出演しています。結婚前はほぼ完全なバラエティタレントとして活動していましたが、現在は前述したように俳優中心で古巣のバラエティはゲスト出演する立場になっています。芸能事務所を退職しサイドビジネスも複数展開しています。ベッキーさんの現在の状況は前述したように俳優業を中心とした芸能活動と紹介しましたが、それ以外にもいろいろと活動されているようです。まずは2021年の大晦日に開設された YouTube チャンネルです。まだ登録者は1万人程度ですが、コンスタントに動画投稿されています。動画内容は日常的な動画や質問返し、子育てに関する動画が多い様です。さらに2022年3月からはベッキーさんがプロデュースするコスメブランドを開設されています。販売商品はフェイスウォッシュとオイルのみですが、順調な売り上げを上げているようです。2018年9月1日からベッキーアートというオンラインショッピングのサイトも開設しています。こちらではベッキーさん直筆の絵画やポストカード等が販売されています。さらには女性誌ボーチェにエッセイの連載も行っています。他にも有料動画配信プラットフォームでの番組配信も行っているようです。 Twitter の登録者が200万弱、インスタが約123万、 Facebook が15万とフォロワーも大変多く抱えていることがわかります。現在は確かに独身前に席巻していたバラエティの露出はゼロに近いかもしれませんが、それ以外の芸能活動やサイドビジネスや執筆業と多岐にわたり活躍されているのがわかります。さらに2児の母親であり、しっかりと母親の仕事もこなされています。ちなみに現在芸能事務所は個人事務所で活動されています。もともとは大手老舗事務所のサンミュージックの所属でしたが、2021年8月末で退所しています。すでに退所して1年ほど経過していますが、現在も芸能活動を順調に続けられているので円満退社であったことがわかります。また年収についてですが、絶頂期の10分の1以下でも数千万円は確実だと思います。口述する自身のスキャンダルで大きくつまずきましたが、現在の年収はどれくらいなのでしょうか。不倫スキャンダル発覚時にはCM の違約金などが5億円前後と報道されていましたが、当時の騒動で所属事務所を解雇されることはありませんでした。2000年にブレイクして以降は常に一線で活躍されてきたので、所属事務所には多大な貢献をしたと思われます。15年以上稼いだ金額に比べたら5億円くらいは払える額だった可能性もありそうです。バラエティ女王時代には年数億円は稼いでいたと思われます。一説にはこの違約金は事務所ではなくベッキーさん個人で支払ったと言われています。本来は所属事務所と折半らしいですが、不祥事のけじめとして全額負担したとも言われています。前述したように10年以上事務所の稼ぎ頭として貢献しており、それまで蓄えた貯金で支払ったそうです。不倫は確かに世間のイメージは悪くなりますし、褒められたことではありませんが、犯罪行為ではないのでちょっと気の毒すぎる気もしますね。イメージが何よりも優先される芸能界ならではという感じもしますね。現在の活動についてはすでに紹介しましたが、女優業を中心に活躍しており、ここ数年は途切れることなく作品に出演されています。また復帰後のベッキーさんは
女優としての才能を評価されるようになっており、今後さらに活躍の場を広げる可能性もありそうです。 SNS のフォロワー数も合計で330万人程度いますし、タレントとしての人気、インフルエンサーとしての人気もまだまだ高いことがわかります。さすがに CM やバラエティへの出演はもう少し時間がかかると思われますが、ただ前述したように女優業以外にもコスメのプロデュースやアート作品の販売、有料コンテンツの配信と多岐にわたる収入源があります。全盛期の億レベルは難しいでしょうが、女優業以外の収入も合計すると2000万から3000万ほどはあると思われます。企業関連についてはまだ初めて間もなく、取扱い商品も少ないですが、今後の展開次第ではもっと大きな収入を上げる可能性も十分にあります。ベッキーさんを知っている人たちにはもはや説明不要かと思いますが、この話題を避けて通るのも不自然になるので、なぜバラエティ番組に現在は出演していないのかについて説明します。と言っても当時散々報道されましたし、詳しく書くとそれなりのボリュームになるので簡潔に説明します。ベッキーさんがタレントとしてブレイクしたのは現在も放送されている子供向け番組オハスタでした。2000年頃、16歳頃に出演していましたが、この番組をきっかけに瞬く間にバラエティアイドルとして人気者になっていきます。その後はほとんどのテレビ局でレギュラー番組を持つほどの人気タレントとなり、2008年には CM 起用本数1位になったこともありました。抜群の知名度と好感度とスキャンダルが皆無ということで、数多くの番組 CM に引っ張りだこでした。もちろんタレント以外にも歌手デビュー、俳優デビューもしており、オハスタでブレイク以降15年以上常に第一線で活躍していました。2016年1月、週刊誌にベッキーさん初めてのスキャンダルが報じられます。掲載された内容は恋愛スキャンダルで、お相手とされたのは川谷絵音さん、ゲスの極み乙女た多数のバンドメンバーを兼任でした。2016年でベッキーさんは満32歳になるので、年齢的なことを考えると特別問題視することでもなかったと思われますが、交際発覚時の川谷絵音さんは既婚者でした。一説では川谷さんはすでに離婚協議に入っていたと言われていましたが、不倫の事実に変わりはありませんでした。この記事を受けてベッキーさんが記者会見を行いましたが、この内容が数々あった芸能人の不倫謝罪会見の中ではワースト1とも言える対応をしてしまいます。記者会見は雑誌報道から間を空けずに行われましたが、その内容はベッキーさん自身が発言するだけで記者からの質問は受け付けないという内容で行われました。この会見では週刊誌に報道された内容は事実と認めましたが、不倫の関係でなくあくまで友人関係であると不倫は否定する内容でした。この会見から2週間ほど経過した頃に週刊誌の続報が掲載されました。そこに掲載されたのはなんとベッキーさんと川谷さんの LINE のやり取りがかなりの量で掲載されていました。川谷さん側の LINE が漏洩していたと言われています。そしてその中には前述でベッキーさんが言った記者会見前日の LINE のやり取りまでありました。公開された LINE のやり取りを見る限りでは、2人は誰が見ても交際していることが読み取れ、交際が継続していることがわかる内容でした。つまりベッキーさんが開いた謝罪会見は全くの嘘だったということでした。ベッキーさん以外にも芸能界では不倫に関する謝罪会見はいろいろと行われています。タイミングや謝罪内容は様々で、芸能活動を復帰するまでの道のりもそれぞれですが、ほとんどの会見では嘘偽りなく正直に質問に答えています。ところが前述でも紹介したように、ベッキーさんの場合は本当のことを言わずに言い逃れで関係を続けようとしたことがバレてしまい、一番最悪な結果を招いてしまいました。当然その後はそれまであったレギュラー番組は全て降板、契約していた CM も全て解約されて、ベッキーさん自身は休業を余儀なくされました。この騒動後、2016年5月13日、中居正広の金曜日のスマイルたちへに104日ぶりの復帰となりましたが、本格的な復帰は7月の BS 放送の番組となり、
地上波からは姿を消す形となりました。芸能活動復帰後は前述で紹介したようにドラマ出演は多くなりましたが、バラエティ番組は深夜帯やゲスト出演のみでしか出演できない状態になっています。騒動からは6年以上経過しており、ベッキーさんの芸能活動もほぼ通常稼働といえる状態にまで回復しています。ですが、バラエティ番組は広い世代の視聴者が見ることもあり、未だにほとんど出演できない状態が続いています。実際にベッキーさんに関する話題がネットニュースで報じられても未だに批判が出る状態のようです。やっぱり嘘をついて関係を続けようとしたことが、それまでの清廉すぎるキャラと落差がありすぎて受け入れられない視聴者も未だに存在しているようです。自業自得といえばそれまでですが、犯罪を犯したわけでもないことを考えると厳しい状態とも言えます。矢口真理さんの場合もそうですが、女性が不倫した場合は結果に関わらず世間の目は特に厳しい様に感じます。ベッキーさんについてはこの騒動後はもちろんですが、川谷さんとの関係は解消しています。その後2019年1月に半年ほど前から交際していた元プロ野球選手の片岡康之さんと入籍しています。2020年3月17日に第1子、2021年春頃に第2子を出産しています。旦那さんの片岡さんは選手引退後は巨人のコーチを経て、現在は吉本興業に所属し野球解説者として活動されています。いかがでしたか？今回はベッキーさんについて詳しく見ていきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。